皆さんは武豊騎手のお手馬、印象に残るパートナーとしてどの馬が思いつきますか？これまで様々な場所で投げかけられてきたこの質問、デビューから引退まで全てのレースで手綱を握った馬、数多くの伝説を残した馬、大記録の立役者となった馬、武騎手が会心の騎乗と語る馬など、未だにファンの間でも意見が分かれます。武騎手自身もあるイベントで、これまで乗った中で一番強かった馬は？という質問に対し、よく聞かれますが、それは僕だけの秘密、僕だけの特権です、とはぐらかし、具体的な馬の名前を挙げることはありませんでした。そんな中、2022年7月に発売された競馬専門雑誌ギャロップで、ファンが選んだ何でもベスト10、武豊騎手のベストパートナーランキングが発表されました。上位にランクインした馬たちは皆、武豊騎手も様々な場面で、強い、最強、ターニングポイントと語る馬ばかりです。それでは、ランキングとともに、武豊騎手がそれぞれの馬について語ったエピソードをご紹介します。その前に、公式 LINE で競馬の AI ツールも無料提供してますので、動画下の概要欄よりチェックしてみてください。第5位、サイレンス鈴鹿。第5位には、サイレンス鈴鹿がランクイン。武騎手が理想のサラブレッドについて語ったインタビューの中で、通常は最後にいい足を残したいために前半を抑えることを考えますが、僕はいきなり先頭に行って最後もいい足を使える馬が理想のサラブレッドだと思います。逃げて刺す。武騎手の中で最初から飛ばして逃げ、後半もペースを落とさず駆け上がる、そんな理想なサラブレッド像を描いていたとされるのがサイレンス鈴鹿です。クラシックシーズンが終わり、勝ちきれない様子を見て調教師に直々に頼み込み、さらにその場でオーナーの了承を取り付けるほど、武騎手はサイレンス鈴鹿に秘められた素質を見抜いていました。オープンクラスのレースでサイレンス鈴鹿に乗るためだけに、武騎手は東京まで足を運び、続いて中山記念を制覇します。そして止まらないと評価され始めた小倉大賞典、大差勝ちをした金庫賞、乗り手が変わろうがそれでも何もなかったかのように逃げ切った宝塚記念、秋を迎え、また伝説となる毎日王冠、最後はスタンドのどよめきが最高潮となる大逃げを見せるも、3コーナーで終わった涙の天皇賞。武騎手がサイレンス鈴鹿にまたがったのは1年にも満たない期間でしたが、そのわずかな期間も武騎手にとってはとても濃い時間だったに違いありません。第4位、スーパークリーク。第4位には武騎手に初の G1 勝利をもたらしたスーパークリークがランクイン。当時デビュー2年目の武騎手は、スーパークリークと出走した初めてのレースで繰り出した末足に、他の馬で味わったことのない凄みと才能を感じ取り、全身がゾクゾクする感覚を味わったそうです。その後もすっかり惚れ込んだこの馬を誰にも渡さないと思いながら秋を迎えますが、スーパークリークは菊花賞に出走するには賞金が足りず、出走が叶わなくなっていました。スーパークリーク以外にも、武騎手の元には菊花賞に向けた騎乗馬の依頼があったと思われますが、武騎手は堅くなにスーパークリーク以外の馬に乗るつもりはありませんと語るほど、スーパークリークに強くこだわっていました。そしてなんとその後、出走予定だった馬が出走を取り消したため、スーパークリークは繰り上がりで菊花賞の出走権をつかみ取ったのです。運をも味方につけて迎えたレース本番、スーパークリークは持ち前の末足を発揮して菊花賞を制覇。3歳で初コンビを組んで以来、引退するまでスーパークリークを手放さずに騎乗した武豊騎手は、スーパークリークを自身の原点だと語っています。スーパークリークとの出会いがなかったら、後の活躍はなかったかもしれません。スーパークリーク自身も、武騎手の騎乗がなければクラシックは愚か、その後の古馬 G1 戦線にすら参戦できなかったかもしれません。実はもう一人、スーパークリークの素質を高く評価していた人物がいたのです。それはマイネル軍団の総帥、岡田茂幸さんです。岡田さんはもともとスーパークリークの生産牧場のオーナーと親しく、配合のアドバイスも行っており、いわばスーパークリークの生みの親でもあります。その縁もあり、スーパークリークを管理する伊藤修司調教師に頼み込まれ、菊花賞に出走する権利を持っていた自らの馬マイネルフリッシュの出走を取り消し、スーパークリークが出走できるようにさせたとされています。そしてスーパークリークは菊花賞に出走し、岡田さんの走馬眼通りの走りを見せたのでした。第3位、北三ブラック。第3位にランクインしたのは北三ブラック。
ご存知、演歌歌手北島三郎さんの所有馬で、優勝した時に代表曲の祭りを歌うのが恒例となっていました。武豊騎手とコンビを組んだのは、小馬になって初戦の産経大阪杯からでした。サイレンス鈴鹿の時に語った理想のサラブレッド像である、いきなり先頭に行って最後もいい足を使える馬、北サンブラックもまさにこのタイプでしょう。武騎手は主戦となる前、北サンブラックの3歳の頃の走りを見て、北サンブラックは持久力が最大の武器という印象を持っていたようですが、自身で手綱を持つようになってからは、それにプラスしてラストの上がり3ハロンで発揮される速い足があると語っています。それを象徴するのが、ディープインパクトの持つレコードを塗り替えた2017年の天皇賞春でした。ハイペースでほとんどの馬が待ててしまうタフな流れの中で、影をも踏ませず粘り通してくれて本当に強いなと思ったとのことでした。北サンブラックの引退後のインタビューの中で、武騎手は北サンブラックの血統背景にも触れ、守護馬ブラックタイドの価値と種付け量のアップにつなげたすごい高校息子と語っています。ブラックタイドはディープインパクトの兄で、ディープインパクトでは予算や相性的に合わない時の代わりとイメージがありましたが、北サンブラックの活躍をきっかけに注目を浴び、2015年からは150万円だった種付け量が2016年には300万円に上り、今ではすっかりディープインパクトの兄ではなく、守護馬ブラックタイドと呼ばれるようになりました。第2位、スペシャルウィーク。第2位に入ったのはスペシャルウィーク。ダービーだけが勝てないと言われていた武豊騎手に、悲願のダービージョッキーの座をプレゼントした馬です。デビュー前のスペシャルウィークは評判も上々で、黒光りする馬体は父サンデーサイレンスを彷彿とさせ、状況にまたがった武豊騎手も、ダンスインザダークに雰囲気が似ていると、かつてクラシックを共に戦った戦友を例に出し、早くもクラシックを見据えていたようです。デビュー前の追い切りタイムが良かったことから、武騎手もこの馬は走ると確信していたようで、本番でも危なげなく勝利します。レース後のインタビューでは、将来性はかなり高いですね。いつでも反応してくれそうな手応えだったし、直線で仕掛けてからの反応も抜群でした。調教で乗った時にイメージした通りの競馬をしてくれました。強い馬ですね、とコメントしています。同期には、セイウンスカイ、キングヘイローのほか、外国産馬のエルコンドルパサー、グラスワンダーなど、後に最強の98世代と呼ばれる名馬がずらり。その中でもスペシャルウィークは全17戦中12戦で一番人気、16戦で3着以内と、人気実力ともに世代の中ではトップクラスと言えるでしょう。90年代最後に現れた希代のスーパーホース、負けても愛され、武騎手の主人生の中で切っても切ることができない存在、それがスペシャルウィークです。第1位、ディープインパクト。栄えある第1位は、日本競馬史上に残る名馬、ディープインパクトでした。武騎手が初めてディープインパクトにまたがったのは、デビューを4日前に控えた調教でのことでした。担当の調教助手から、この馬とんでもない馬かもしれないと言われ、またがったところ、合わせた馬に先着した走りに、武騎手はこの馬ちょっとやばいかもと大興奮しました。厩舎、そして騎手の期待を一身に背負い、ディープインパクトは新馬戦を圧倒的なパフォーマンスで勝利。全力で走った後、すぐに息が戻ったことからも、クラシックを十分に戦えるとさらなる大舞台での活躍を期待させました。武騎手はその後も様々な場面でディープインパクトについて絶賛するコメントをしています。競馬ライターの島田明弘さんとのインタビューで、島田さん、先週デビューしたディープインパクトを覚えておいてくださいと話し、2戦目の若駒ステークスの前には、すごいことになるから見ていてくださいと語り、見事に現実とします。そして迎えたクラシックシーズン、1戦目の皐月賞を勝利した後のインタビューで、武騎手は後のディープインパクトの代名詞ともいえる名言を残しました。走ってるというより飛んでる感じ。日本ダービーでも圧巻の走りを見せ、2冠を達成した後は、アクシデントさえなければ勝てる自信がありました。この馬の強さに感動しています。さらに、レース翌日のスポーツ新聞の手記では、ディープインパクトのことを英雄と呼びたいと提案します。その理由として、苦境に立たされた自分やファンを救い、さらに90年代からの競馬ブームに陰りが見えていた日本の競馬界を、売り上げの増加という形で救ってくれたからとのことでした。小馬になり、有終の美を飾った有馬記念は、
今までにないくらい強烈な飛びで生涯最高のレースができたと、デビュー前から引退まで武騎手はディープインパクトのことを終始ベタ褒めしていました。ディープインパクトのことを高評価していたのはもちろん武騎手や陣営だけでなく、同じレースを戦ってきた戦友たちも同じです。 C. 広文騎手は理想の競走馬、アメリカのケント・デザーモ騎手は同じアメリカの伝説の競走馬になぞらえ、セクレタリアトのようなレース運びだ。リンカーンにまたがり同じレースを走った横山典弘騎手は、リンカーンは生まれた時代が悪かったと語っています。引退後のインタビューで武騎手にこんな質問が投げかけられました。ディープインパクトはサイレンス鈴鹿をさせると思いますか？一緒に走ることが叶わない全く違うタイプの戦法が魅力の2頭について、武騎手は次のように答えました。最後の直線では2頭はすごく離れているはずですよね。わからないですね。どちらが勝つかはわかりませんが、ディープインパクトにとって最も任しにくいタイプとは言えるでしょうね。ちなみに武騎手はディープインパクトについて最も乗り難しかった馬とも話します。今まで乗りこなせたレースはそれまで一回もありませんでした。だから最後の有馬記念は完璧な騎乗をしたいとのことでした。番外編、ここまで武騎手も太鼓判のベストパートナーたちを紹介してきましたが、勝ちあぐねる馬の秘めた才能を開花させたり、癖馬と呼ばれる馬をうまく御したりしてきた武豊騎手をもってしても、話題性だけで終わってしまったちょっと残念な馬もいます。それが高知競馬の春うららという馬です。売り上げが落ちていた高知競馬をたちまち V 字回復させ、負けても負けてもへこたれずに走り続ける姿が負け組の星として人気に火がついた春うらら。そんな馬に中央競馬のトップジョッキーが騎乗するとあって、観客動員数は高知競馬史上最高、当然のように一番人気へ。武騎手が乗ったらあの春うららにもついに勝利が。そんなファンの期待を一身に背負い出走しましたが、勝利が舞い込んでくることはありませんでした。常に後方で砂をかぶりながらの結果は10着。その後武騎手は春うららについて、いい馬ですよ、ただ他の馬よりちょっと足が遅いだけですと語り、観客の笑いを誘いました。しかしそこはプロ、決して春うららの実力や素質を口に出して非難することはなく、これだけ応援してもらえて素晴らしい馬ですと締めました。戦績だけ見ればランクインした名馬には遠く及ばない残念な春うららですが、馬券の売り上げなど競馬界への功績は彼らに引けを取りませんでした。まとめ、このランキングは週刊ギャロップ上で競馬ファンの読者に聞いたランキングなので、トラックマンなど競馬関係者に聞くとまた大きく変わってくるかもしれません。そしてランキングを見てもわかるように、ダートで活躍した馬が入っていませんね。これはファンの中ではやはりクラシックや小馬王道路線を駆け抜けた馬の印象が強かったのかもしれません。今度はぜひダートに限定したベストパートナーランキングも見てみたいですね。それではまた次の動画で。最後に、私の公式 LINE で回収率 120% 超えの AI ツールを今だけ無料でプレゼントしておりますので、動画下の概要欄から LINE に登録してぜひ受け取ってください。それでは。